はい、俺らの特技やるんだよ、見て。特技ですか、うん、俺と純だけできるのよ、はい、うちらの周りで。もう俺もそんな難しく感じないっすよ、俺もそんな難しく感じないんだけど、なんか どうやらこれがすごいらしいっていう特技が。ああ、じゃあ今からやってくれるんですか。で、まあ、できるよとかできないよとかっていうコメントをね、うん、ぜひバシバシ書いてくれって、うん、はい、座って本当に多分説明されなきゃ何がすごいのってなっちゃうかもしれないんで、うん、動いていいやだから。あ、動いていいですか。こうやってやると、なんか普通にこうやってるやつはあるから、ああ、これの凄さが分かんないんだよね、この足の、ああ、うん、裏で、うん、分かる、これ先は。この足の裏でドリブルって多分やんなきゃ分かんないですよね、実際。これ俺と順できるから、逆の手で逆のあれできる。あ、逆、逆でまずほどいてる、すごい。できないでしょ、普通の人。本当に余裕ありますね、うん、いい感じだし、ね、大体できない人はもう失敗で俺なんだけど、こう広げて本気でやってみると、もうここまでしかいかない、うん、体硬いっていうのと、まあ、足がそこそこ長いっていうのもあるんですけど、え、できない、ちょっと行きそうな、行きそう、あ、いや、そういう意味じゃないですよ。さっきパウディさん右足の方で左でやってたけど、左だともう届かない、閉じてやるともう横断できないっていうか、こうなんですけど俺も体硬いからなんですけど、すごい、お尻ケアできんの。いや、そこ体柔らかくてれば無理です、俺感じが、あ、いけそう、いやー、いけるか、ダメっす、ギリギリいけないっす。あー、あー、もう少しだ。すげえガチホモみたいっすね。惜しいけどな、俺無理っす。あ、無理、あ、もう腰痛いっすもん。カナダトライ、え、わかんない、ちょっと甘噛みだって。